皆さんこんにちは、かっちゃんです。手間ごということで、今日は最近節約レシピすごくハマってて、なんか安くいろいろできるものないかなってこう考えるのは結構楽しくてやってるんですけど、今日はお値打ちに買えるような卵をたっぷり使いながら100円以内で作れるような卵の節約レシピ3品作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。卵1個を溶きほぐし、豆乳 100ml に砂糖大さじ1を加え、600ワットの電子レンジで30秒加熱し、砂糖を溶かし合わせたら、豆乳 100ml を加え混ぜ合わせ、溶きほぐした卵を加え混ぜたら、こし器でこしながらプリンカップに卵液を流し入れていきます。卵液を流し入れたら、アルミホイルで蓋をして、カップが半分浸る程度のお湯を張った鍋にカップを入れ、蓋をして弱火で7分蒸していきます。では7分蒸したら火を止めて、蓋をして10分蒸らし、蒸らし終えたらカップを取り出して粗熱を取り、冷蔵庫で冷やしていきます。ハムを半分に切り、食べやすい大きさに長細く切り、じゃがいもの皮を剥き、芽をきれいに取り除いたら薄く輪切りして細切りします。卵1個に薄力粉大さじ1、塩コショウ小さじ1/2を加え、卵を溶きながら混ぜ合わせたら、切ったじゃがいもを加え全体を混ぜ合わせたら、フライパンに薄くオリーブオイルを塗り、混ぜ合わせたじゃがいもをフライパンに敷き詰めていきます。全体に平らにじゃがいもを敷き詰めたら、そこにカリッと焼き色がついて固まってくるまで焼いていきます。はい、では今そこにカリッと焼き色がついて、フライパンの上で滑るような感じでしっかりと固まったら、一旦お皿に取り出して、そや、フライパンに生地を戻したら、ここからは少し火を弱火にして、じっくりしっかり中のじゃがいもに火を通していきます。はい、では全体に焼き色がついてじゃがいもにも火が通ったら、火を止めて上にピザソースを塗っていきます。ピザソースを塗ったら、上に刻んでおいたハムを散らしていきます。ハムを乗せたら、上にミックスチーズを散らしていきます。チーズを乗せたら、蓋とフライパン別物、少し弱火で加熱しながら蓋をしてチーズを溶かしていきます。ではチーズが溶けたら、あとお好みでバジルの葉っぱを振ったら OK。 はい、ではこんな感じで節約エッグポテトピザの完成です。はい、では最後に、だいたいお椀1杯分のご飯に切りごま小さじ2、だしの素小さじ1/3を加え、全体を混ぜたら、少しご飯をグッと押さえて、お皿の上に少し山を盛るような感じで盛り付けて、卵2個にマヨネーズ小さじ1、牛乳大さじ1を加え、白身が切れるまで卵を溶いたら、温めたフライパンに少し多めに油を引いて、卵を流し入れてオムレツを作っていきます。
秋山の半熟程度のオムレツが出来上がったら、オムレツをご飯の上にのせて、オムレツを開いて上にのせたら、水 150ml にめんつゆ 30ml を加え、石づけを取って細かくしたしめじを加えて煮立たせていきます。では煮立ってしめじに火が通ってきたら、ここにお好みの量の天かすを加えていきます。天かすを加えたら、最後水溶き片栗粉でとろみをつけていきます。全体にとろみがついたら、作っておいた和風オムライスの上にかけていきます。では最後に上からお好みで小ネギをパラパラっと散らしたら OK。 はい、ではこんな感じで節約悪魔のあんかけ和風オムライスの完成です。はい、では今プリンもしっかりと冷えたので上に黒蜜をかけていきます。黒蜜をかけたら、最後中心にきな粉を振っていきます。 OK。 はい、ではこんな感じで100円以内で作れる卵を使った節約レシピ3品の完成です。今こんな感じにできました。はい、では今回は卵を使った100円以内で作れる節約レシピ3品作ってみました。それでは本日は氷結ストロング塩ライチで乾杯。乾杯。くー、ライチ美味しい。じゃあ早速いただきましょう。今回は結構スーパーとかでもね、ほんと安い日1パック100円くらいで卵売ってるんですけど、まあ、そんな卵を使いながら、まあ、今回は主食とスイーツも作ってみました。で、あとちょっと告知なんですけど、今日もう一本動画出したんですけど、また T シャツを明日から販売しようかなと思っているので、よかったら今日もう一本ね、告知の動画出しているので、そちらの方も気になる方ぜひチェックしてみてください。おー。じゃあいただきます。おいチーズ。うん、卵の節約レシピではあるんですけど、卵プラスあんかに変えるようなじゃがいもを細長く切ることによって火が通りやすく、うまく卵と薄力粉がつなぎになって生地のような感じになるので、あんかに使える食材を合わせることによってすごく簡単にピザ風の卵ポテト焼きが作れます。うん、卵だけだとちょっと腹持ちが悪かったりするとかもあると思うんですけど、こうやってじゃがいもを加えることによってすごく満腹感もあるので、100円以内で1枚ボンって作れるんですけど、結構ね食べ応えもあるレシピになってます。具材とか調味料も少なめではあるんですけど、このじゃがいもにピザソースもたっぷりのチーズもすごくよく合ってます。じゃあ次はこのオムライス行ってみましょう。うん、うまたま。うん、これもオムライスの要領で卵しっかり使ってぴゃぴゃっとオムレツ作って、あとはご飯の部分にごまとだしの素を加えて少し和風テイストにすることで、ケチャップライスとはまた違った和風の味わいがすごく美味しいオムライスで、結構この節約に使える具材として私天かすがすごく使えると思うんですけど、近所のねうちもスーパーとか惣菜コーナーに今回も40円くらいかなで天かす売ってたんですけど、全体にコクを出してくれて普通のあんよりもかなり美味しく仕上がります。これも結構ご飯物なんで安価に作れるんですけど、お腹も膨れるようなレシピで、天かすなんでほんとこう天丼ではないんですけど、卵とじ天丼を食べているような感覚ですね。
うん、じゃあ最後ね、スイーツをいきましょう。このレシピはこの間東京の YouTube スペース行った時に卵ソムリエのたまみちゃんっていう方に会ったんですけど、その時にねちょっとお話ししたり交流することがあって、今回ねレシピを真似させて作らさせていただいてみました。よかったらあの概要欄にチャンネルのリンク貼ってあるのでぜひ見てあげてみてください。なんかほんと普通のねプリンとかよりめっちゃプルンプルンですね。うん、トゥルン。うん、このプリンもほんと卵一つ、あと砂糖を豆乳ですごく簡単に作れるレシピなんですけど、豆乳を使う分このプリンの部分がトゥルントゥルンのほんとプルプルの状態に仕上がってて、ちょっとね上にかけた黒蜜ときな粉がプリンによく合ったすごく美味しいレシピです。うん、なんかねほんと結構パステルみたいな結構トゥルントゥルン系ですね。全然豆乳の臭さとか豆乳の味はなくなってます。ほんとすごいね食べやすいプリンなので、結構豆乳好きな方は調整豆乳で作ったりとか、豆乳苦手だなって方は無調整豆乳を使い分けながらぜひ作ってみてください。ほんとね、このプリン50円以下とかで作れてますし、すごく簡単にできたので、ほんと市販のプリン買わなくていいくらいすごく美味しいです。うん。はい、ということで今日は節約、100円以内で作れる卵の節約レシピ3品作ってみた動画でした。卵だけだとちょっと寂しいかなって時に、少し腹持ちのいいような食材と合わせながら作ることで、安価なんですけど、すごく美味しく作れるレシピだと思います。ポテトピさんもほんと年代問わずすごく美味しく食べれるようなレシピで、和風オムライスもこの天かすがすごくいい味を出してくれてて、あとはプリンもすごく簡単に作れるんですけど、トロンとした感じがすごく美味しいレシピでしたので、気になるとぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイ卵。プリンの後に酒は合わん。